山梨県、根丘陵公園は、山梨県甲府市下港山町にある県立の都市公園。海土機農家の愛称がある。曽根丘陵は、甲府盆地の南西園、笛吹川左岸の笛吹市境川地域から市川三里町にかけての広がる9キロにわたる丘陵地域で、旧石器時代からの遺跡が数多く分布している。特に、甲府市南部の東山地域は、 やよい後期の法径修公母群がある上の、大来石や、会長静か古墳や大丸山古墳を中心とする、前期古墳群が密集する地域で、長静か古墳の史跡整備に伴い公園が建設された。園内には、遺跡や古墳群の他に、山梨県立高古博物館や研修センター、広場などがある。会長静か古墳、ソネ丘陵一帯にある16期の東山古墳群の、 うち、園内には、県内最大の会長静香古墳と丸山塚古墳がある。どちらも、ハイキングコースの一部として整備されており、登ることが可能である。山梨県立高校博物館は、曽根丘陵公園内にある博物館。1982年に開館。歴代館長に、磯貝正義、大塚初重、渡辺誠らがいる。展示室は常設展示室。 特別展示室の二つ。企画展示室はなく、年一回の周期企画展に際しては常設展示の移動を行う。<な>常設展示は、旧石器時代のナイフ型石器をはじめ、縄文時代では、国の重要文化財に指定されている一の沢遺跡の出土品やとの林遺跡出土土器をはじめ、有効燕付河原家、人面装飾不土器、梅亀など各種土器群。 翡翠のソーシン具や金星遺跡の排斥以降のジオラマなど、弥生時代では農耕具や弥生時、古墳時代では海鳥静か古墳や大丸山古墳から出土した聖堂橋や炭鉱の複製品のほか実物資料では武具や近年出土した木瀬、その他古代の牧書土器や甲府城から出土した林宝、カジカザワカの出土品などが展示されている。 その他多目的室や学習、閲覧コーナー、山梨県埋蔵文化財センターの発掘調査報告書や研究企業、博物館のグッズなどを販売しているミュージアムショップが設置されている。初代館長の磯貝正義以来、考古学関係の文献を数多く収集し、大塚文庫として修正されている。特別展、編集不動機の化研修センターは、 ソネ丘陵公園内にある山梨県立の研修所。1989年開館。縄文土器作りや石器時代の火起こし体験などが体験できるほか、各種公園会場としても使用されている。園内には展望広場やバーベキュー場、日本庭園、テニスコートなどが設置されている。指定管理者の導入施設一覧について、山梨県都市公園条例山梨県。 教育委員会高校博物館。高校博物館の紹介。山梨県ホームページ。山梨県。2015年8月21日閲覧。ミュージアムインフォ2016。ありがとうございます。